あの変な手紙送ってくる人は、こうこの間ねやっぱもらったのが典型なんだけども、あのまずね手紙が分厚いのよね。封筒にがずっしり重いので、封筒を開けるといろんな種類の紙が出てくるの。 おかしい人の手紙は2種類あって、便箋にびっしりで、1種類の便箋にびっちり書く人、その場合はもう隅々まで書く。大体そういうやつは全員鉛筆なんだよね、なぜか。多分書き直しするためだと思うんだけど、まあ、真っ暗で何十枚もある鉛筆でびっちり書いたようなやつを送ってくるタイプ A と、タイプ B はいろんな種類の紙を使って、で写真コラージュとかいろんな技をお使いになって、でカシオペア座の星座の写真だの、近所のイトーヨーカドーの特売の写真だの、アイドルの写真だの、政治の写真だの、天気図だのをいっぱい貼りながら、というわけでソ連は私を狙ってますみたいな結論がある。そのなんでしょうね、一大大論文みたいなタイプと2種類あって、でその人、あの今年の春もらった、僕が今覚えてる人は、そのいろんな用紙に書いてるタイプだったんだよ。でも明らかにおかしいんだよ、明らかにおかしいんだけど、頭とお尻の挨拶だけすごいまとも で一番ラストに、それにしてもなぜ私は暖かくなると岡田先生に手紙を書きたくなるんでしょうかって書いてあってなんかさ、分かってるじゃんって思うわけだよね。それにしてもなぜ私は暖かくなると岡田先生に手紙を送りたくなるのでしょうかっていうことで、なんだろう、いや書いてる内容は明らかにおかしいんだけども、この人とかこの文面で分かる通り、暖かくならない限り送ってこないんだよ。で送ってくる頻度も2年に1通ぐらいなんだ。ただそんな人が私には数十人在庫を抱えてまして、数十人の方が年に1回必ずおかしくなったり、2年に1回おかしくなったり、3年に1回おかしくなったりという頻度でおかしくなって、でそのおかしくなるのが僕に手紙を書く程度のことで済んでる場合が大部分なんだよね。だから家族におかしいと言われるんだけど、本当におかしいかどうか岡田先生に聞いていただきますって書いて、で僕もちろん返事なんかしないんだよ。そしたら1年ぐらい何もなかったように過ぎて、そして1年後にまた似たようなことあるから、多分この人は1年間は平穏無事に過ごせてるんだよ。よかったよかったって思いながら、僕はまあそういう手紙を見て、なんとなく気になるから引き出しにこうしまったりして、で2年か3年に1回ゴミに出すのもなんだからと思って、まあなんかこうキャンプとかした時とか、めったにキャンプとかしないんだけどさあのいやこの間したから思わず言ってんだけども、あと焚き火する時とかにこう燃やしたりして、なんていうのかな、くどくしてると申しましょうか、この煙が天に昇って何かいい形に落ち着きますようにと思ってんだけどさ。でね、まあ多分僕には30人から40人ぐらいの変な人がいて、でもうちょっと多いかも分かんないね。で通年365日のうち250日ぐらいは変な人が近所をうろうろしてると思ってくださいまあメールアドレスもね、なんかこう誰にでも分かるようにネットに載せたりすると、大体こんな感じになります。